モルデカイ・ロシュワルトは、アメリカの研究者、作家。当時のポーランド領ガリツヤ地域のドロホブ1で生まれ、後にイスラエルへ移住した。彼の最も有名な作品である小説、レベル7はポスト目視録的な SF 小説である。その他の作品に、世界の小さな週末や、夢と悪夢、神話とフィクションにおける科学技術がある。ロシュワルトは、 ミネソタ大学の人文科学の名誉教授であり、世界的な多くの大学の客員教授である。晩年はアメリカ合衆国のメリーランド州、シルバースプリングに住んでいた。モーディケイ・ロシュウォルド・ノーティス。 ザワシントンポスト g t o Post, http://www.legacy.com/.obituaries/.washin.post/.obituaries.pxpid=1 g 億7444万81462015年5月16日閲覧。 h t t p w w w f l y i n g g t r k e y s s l a s h g s g s g r o s h w l h t m l ハットユ・ダプレスレベル7モーディケイロシュオルドエディテッドアンドウィズエーニューフォワードバイデビットシード。ありがとうございます。